皆さんこんにちは。ちょっと4月入ってしまったんですけど、今回は手帳のプレゼント企画も兼ねて、去年から私が使っているパッションプラナーのデイリー手帳を紹介していきたいと思います。時間をもっとうまく使いたい方、特にここ最近は在宅も増えてきていると思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください。パッションプラナーはアメリカの手帳で、もともとはウィークリー用の手帳を作っていました。私も以前そのウィークリーの手帳を使っていたことがあります。 YouTube でも何回かアップしているので、興味のある方はリンクを載せておくので、そちらを見ていただきたいんですが、今回紹介するデイリー手帳は去年、一昨年あたりかなに新しく出たものになります。この手帳は自分が使うときに日付を記入するタイプになります。日付が入っている手帳の場合、特にデイリーだと毎日使わないといけないというプレッシャーを感じる方もいるんじゃないかなと思います。そういう方には日付なしの手帳すごくおすすめです。また私はノーションというデジタルツールも併用していて、紙の手帳を毎日使う必要がないので、日付があらかじめ入っている手帳はもはや使えないです。デイリーページは1日2ページとなります。2ページと聞くと分量的に多いと思う方もいるかもしれませんが、左半分はほぼ記入する項目がすでにあるので、そこまで負担にはならないと思います。時間軸は朝の5時から夜の11時まで、30分単位で記入することができます。3月は大学が春休みでほぼ外出する予定がなかったので、時間軸には主に起床した時間や作業の時間の記録をつけていました。左半分はメモ欄になっていて、私は作業した具体的な内容を書くのに使っています。打ち合わせなどがあればその内容を書いたり、その日思いついたちょっとしたメモなんかにも使えるので、個人的にはかなりこのスペースはありがたいです。一日の最後はその日の気分とその日を表す言葉を一言書きます。この左側のページにある項目は、私がこの手帳に一目惚れして購入した理由になります。プロンプトっていうんですかね、他のデイリー手帳にはない項目がいろいろあって本当に楽しいです。これらの項目に書き込むことで一日の振り返りが自然にできるのは個人的にはかなり気に入っています。どんな項目が書いてあるのか、中身をもっと知りたいという方は、去年インスタで中身を詳しく説明した動画をアップしていますので、そちらを見ていただけたらと思います。リンクは詳細欄に貼っておきます。デイリーページの他にも4ヶ月分のマンスリーページや、月初めに月間目標を立てるページ、そして月の終わりにはその月を振り返るページなんかもあります。そしてこちらがプレゼント企画用の手帳になります。私が使っているものと同じグレーの手帳を2冊プレゼントします。1人1冊なので2人当選するという形ですね。応募条件は私のチャンネルに登録していること、そして新年度の目標や抱負をコメントで教えてください。皆さんが挑戦したい、頑張りたいと思っていることをぜひ知りたいです。応募期限は4月7日になります。それでは皆さんの応募お待ちしてます。